ほんまや。ほら。本日は家族で資料館の方へ向かっております。この辺はですね、石の産地なのか、奇岩が揃っています。穴の手前になんかさ、何あれ、ブロックかなんか埋め込んでる。いや、あれは自然じゃない。はい、我々は車をだいぶ手前止めましたけども、資料館目の前にも駐車場があります。静かだね。すごいね。ここ何？記念撮影スポット。あれ、子供らは？え？入ってない？止まるな、止まるなってことですか。え、ほんまや。ほんと広い。ジュジュの撮影もここでやってるし、明日が来る。え、セラクと機関銃？懐かしいやん。
風と風が足ボタン玉で風の足もらうから。うん。栗あったね。お昼はカレーにポテト。こちらもポテトチップ。子供たちはラーメンです。はい、子供たちは。風は塩ラーメン、空は醤油チャーシュー。和田健さん、チャーシュー1個もらってます。おいしい？おいしいよ。餃子がね、おいしいかなかなか。どれ？これ？はい、これ。はい、で。はい。こちらママの。これなんだっけ？夏乙女。うん。夏乙女。スムージー。スムージー。これもらう。あ、じゃあ買ってみよう。買った。はい、ただいま日光に向かっております。日光街道です。すごいな。すぐ裏がね、スキー場なんです。バーもう気をつけて行ったよ。お疲れ様でした。本日は宇高湯本にやってきました。ちょっと取って、人数分の歯ブラシと、これ何？これ歯ブラシ、うん、はい、これはいいよ、それ持ってって。2個ぐらい持ってった。お父さん見てる。お、双眼鏡貸してくれんだね。あ、ほら、クマいるんだって。え、クマとか、うん、やっぱいるんだね、クマ、うん、いるんだね。はい、こちら宿泊者用ラウンジです。ドリンクはここで、麦茶のお水にコーヒー、紅茶にコーヒー、
ここはないやろ。あるこれです。季節感に引き込まれ。これが朝食。自販機はこれあります。こういうのやってます。雪が積もってます。で今日の部屋はこちら。はい、今日の部屋は和室です。部屋からは中禅寺湖が見えます。目の前遊歩道もあります。いいんです。お水が用意されてます。そして冷蔵庫、タオルは4人分、こちらも4つ、浴衣それぞれ用途があります。サイズがあります。金庫旧式です。はい、風呂用ですね。はい、洗面所はこちら。歯ブラシ等は先ほどフロントの横で取ってきました。トイレです。シレットです。お茶セット。はい、ウェルカムアメニティです。はい、以上です。あ、男湯だって24時やってます。やっちゃう。お、すごい湯の匂い。おお。お水があります。こちらが案内です。夕食は18時からにしました。朝食は7時から8時半の間ね、いつでもどうぞと。温泉が24時まで、翌日は5時から9時半までと。でラウンジがですね、7時半から20時30分フリードリンクです。チェックインしようと思ってできて、早すぎた場合こちらで時間を潰すことができます。チェックアウトは10時。316です。はい、小学生のお子様こちらのお席に呼びます。カバーがあってご覧くださいませ。こちら大人の方のお料理でございますが、右
グラスですね、食前酢いちごのビネガードリンクでございまして、はい、その奥の黒いやつはですね、先付け煮子豆腐でございます、はい、お作りはこの後スタッフがお持ちいたしますが、本日プレミアムヤシオマスと刺身生湯葉の2種盛りでございます、はい、そして左手の黄色の台ですが、こちら8分ですね、お持ち少しの量でお献立ご覧くださいませ。また大人の方、正面の台物、お鍋ですね、メインの台物でございます、宮柚子塩鍋でございます。今お鍋の中、お出汁のみ入っておりますので、この後スタッフがお肉お野菜などお持ちしましたら、こちらお召し上がり方ございますので、ぜひご覧いただいてお召し上がりくださいませ。刺身がやってき、お、湯葉と、はいはい、大丈夫、これなんだっけ、飲めるの、お野菜と湯葉を入れて、うん、あとは、肉も入れて、お肉の色が変わってから召し上がりください。はい、わかりました。はい、いいよ、食べていいよ。あ、後ろ気をつけて。こちらすいません、エビフライでございます。はい、ごめんなさいね、食べてもいいですか。はい、はい、あ、アイスクリームある。カップお寿司ある。取っていいって。いいいいいい。え、調子。そう、すごいねこれ。取っていいの？なんで？え、取っていい。え、ビッフェ。いやいや、ビッフェの。これもデザートはビッフェだよ。すごくない？これビッフェ？そう、そうなの。え、これ取っていい？取っていい？食もね。うん。で、これがほら、ご飯ここで。で、カレーとか味噌汁。あれとか全部。いいの、いいの。すごい。あ、とろろが。本当だ。何これ、そばか。そう、そばか。なんかお茶つけようもん。はい、飲み物ここね。すごいな。はい、ワンモノもやってきました。こちらを入れてワンモノにするということです。お寿司も取ってきました。あとこちら日光味噌汁ということで、具材が山のものですね。はい、こちらもいただきます。顔写しだめ。あ、そっか、ごめん。何し？そらくんが持ってきたものです。何ですか？これは抹茶小豆プリン、普通のプリン、豆乳カスタードプリン、これはマンゴープリン、ケーキ、ケーキ、ケーキ、一口ケーキ、ロールケーキ、フォンデュ、フォンデュ、チーズじゃない、チーズじゃなかった、あのホワイトフォンデュ。はい、どうぞ。どうですか？じゃあ書くか。はい、カーポンもチョコフォンデュにカップケーキをいくつも持ってきました。あ、これよね、おいしいよ。はい、デザートを取ってきました。はい、デザートを取ってきました。部屋に持ち帰り OK ということで持って帰ってきました。そしてコーヒーもテイクアウト OK。 ではこれいただきます。食事に行っている間に布団を敷いてくれてました。こちらの休暇村はセルフではありません。はい、空いてる。いい音的。
醤油いっぱいあるね。ワインがある。うん。醤油。変える？醤油ちょっと変えてみる。はい、取ってきました。他に少しも。うん、いや。ここもあるよ、はい。一回戦。どうするの？自分でこんなに盛りました。かけてないの？かけどこにあった？ここにあったよ。目の前にあったよ。本当？種類もたくさんあって。いいな。これでいいの？かけてくればこれだけも。これ美味しい、カポン。カポンとちょっと野菜のグラタン。はい、ワッフルもいただいてきました。そしてこちらはヨーグルトです。日光土産ね。え？あ、それ？もらったのって。いけるいける。そうよ。湯の湖ほど。いや、これ元々や。お母さん多分後ろで吸ってるからです。やばい、お母さんこれ気をつけ。お母さん、お母さん下が滑り気味。ゆっくりゆっくり。大丈夫、僕いっぱいいっぱい雪降ったことがなかった。おお、お母さんが、お母さんを置いてた。やばいわ、ここやばい。マジで転ぶかと思った。気持ちいいね。気持ちいいね。うん、気持ちいいね。うん、あ、見て見て、ほら、あった。どっち？餌、餌ないね。アブラ。アブラック。アブラック。届かんか。届かん、無理。かわいい。あ、逃げてっちゃった。お兄ちゃんが多分ね、ひどすぎたんだ。何も言ってないわ。どこに？あ、ほんまや、おるおる。やっぱいたじゃん。猿を追いかけろ。ちっこい3匹。3匹の猿。ほら、おるよ。どこ？ほら、めっちゃおった。どこいる？あ、ほるほる。あ、こっち大きくない？6匹ぐらいいる。あんま近づいてない。うん、攻撃されちゃう。めっちゃおるよ。あ、ここにもおる。お母さんめっちゃおるよ。あれ赤ちゃんじゃないの？慣れてるから、うん、今そうやね。レシピあげたんじゃなくて、バイバーイ。竜頭の滝。日本の滝はこの先です。そしてね、これが華厳神社だ。歩いて行けたっけ。バレない、熊気をつけてよ。ほら、大枠まで書いてるんだ。歩いてしたよ今よね。
涼しいね。え、でもさ、こんな感じだったっけ。なんか覚えてないよ。部屋上がろう。おうわ、すごい。で、温泉まんじゅう10個入りを購入しました。って書いてたけど、湯気が出てた。え、いや、まだ開いてないってことじゃない。いや、その12時回ってんの。そんなことあんの。305番のお客様いかがでしょう。305番のお客様お前らでしょうか。一つ、これ何ですか。あ、じゃあこれ一つ、はい、13番です。はい、あ、分かった。はい、いいですか。13番で、はい、焼き餃子を一つと、はい、水餃子を一つ、はい、はい、それでお願いします。はい、会計740円です。はい、お一つ、13番です。はい、頼んだ。飲むのは、飲むの、まあ俺いいね。ホットドリンク、いいよ、じゃあ、じゃあ、あ、じゃあ、以上でいいです。はい、先にお飲み物を。はい、はい、じゃあ、その辺に置いてください。はい、はい、はい、お願いします。合計4店舗からいろいろ、あ、4店舗だよ、5店舗全部の店舗からいろいろ買いました。今日のお昼は餃子尽くしです。あ、じゃあ食べていいよ。あ、分かった。このタレ、このタレに、この焼き、これはこれ、これ、これじゃない、汁も買って取った。どんどんやってまいります。それかさ、あ、ご飯も頼む。周りがいらん人はこれに入れてあげて。こちら龍門の餃子です。餃子食べてもいいよ。大根蒸しと一緒に。うん、あ、おいしい。うん、これどこの青じそ。じゃあもうわからん、持ってた。はい、エビ揚げ餃子がやってきて、これで全部揃いました。すごい量だ。いただきます。これどこの高いし、すごいね、肉汁が。ミンミン。ミンミンか。あとにラー油が辛い。ああ、確かに。はい、完食でーす。